ノクト、魔導エンジンの音がする。何があるかわからない。用意はできたか？妙に静かだな。ああ、以前大規模な部隊の撤収があったらしい。ヤジメイか？どこだ？こちらです。こっちこっち、高台の上です。見ていただきたいものがあるんです。こちらまで来ていただけますか？すぐ行く。そこから離れんなよ。来いってさ。ちょっと行ってくる。一人で行くの？その方が早いだろ。早くしねえとあいつ何すっかわかんねえし。わかった、下任せろ。邪魔が来たら片付ける。
もう少しで見えると思います。何見せる気だよ。せや、今はあいつのとこに行かねえと。お疲れ様です。さすが冒険者さんですね。ああ疲れた。見せたいもんってなんだよ。つかその耳と尻尾も何なんだ。それを説明するためにここまで来てもらいました。この望遠鏡を使ってみてください。どこ見りゃいいんだ。大きな機械と怪しい儀式の様子が見えませんか。機械と儀式？なんだあいつら、何してんの。あれはイクサル族です。神おろしという儀式の準備をしているんです。あの神おろしという儀式はイクサル族が信仰する神ラシン・カルーダを出現させる秘術です。よくわかんないけど武系みたいなもんか。でラシンってのが出てきたらどうなる。神は土地の力を吸うことで権限すると言います。ましてラシンは凶暴な性格という話なので。
ああ、めんどくさそうだが、放っておくのもやばそうだな。はい、なので取り返しのつかないことになる前に冒険者さんにはあいつらを止めてほしいんです。動いてる丸いやつ。丸いやつ？おかしいですね。ここから逃げた時は起動していなかったと思うんですが。あれか、何の機械なんだ？こちらの世界の転移装置だと思います。私が目覚めた時すぐ近くにありましたし。こちらの世界？今いるこの冒険者さんたちの世界です。私のいた世界の古代アラグの転移装置とあれがつながってしまった。いろいろ考えましたがそうとしか思えなくて。転移、ゲームでしか聞いたことないわ。この耳と尻尾、ミコッテ族を見たことは？それマジのやつだったのか？マジです。さっきのチョコボ。こっちに来ちゃってる。あの子私の相棒なんです。研究中は構ってあげられないので餌を食べ放題にしていたらいつの間にかあんな姿に。あの扉からあいつらのとこに行けそうだ。はい、でも鍵がかかってるみたいです。私が逃げた後邪魔者を締め出そうとしたのかもしれません。相当儀式が大事ってことか。考えてんだ。あ、もしかしてあの黒くて大きなアプカルを見てます？かわいいですよね。ぜひ我が家にも一つお迎えしたいです。見てねえし可愛くもねえ。ついでに重いから持ち帰るのはやめとけ。
なんだあのでかい石像。ということは冒険者さんもご存知ないんですね。あの像からは風属性のエーテルを強く感じます。乱心の神おろしと何か関係があるかもしれません。へえ、なら調べた方が良さそうだな。ひとまずこんなもんか。あいつらのとこにはまだ行けそうにねえし、とりあえずさっきの石像調べるか。はい、今度は私もご一緒します。やっと降りてきたかと思えばすげえ土産話を持ってきたな。俺は信じるよ、ゲームとかそういう話あるし。ゲームと一緒にするな。ただその受け絵に似た儀式が何かを起こさないとも限らないか。まあヤジメイが嘘を言ってるようには見えねえしな。この基地調べるだけ調べてみるか。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。はじめ、隠れてろ。俺が引きつける。早いとこ片付けるぞ。片付けてやる。冒険者さん、こうか。果実の守護なら心得が合います。回復は任せてください。え、ノクト、どういうこと。エグニス、指示。見当はついた。プロンプト誕生ってね。もらえた。ロンプト外すなよ。今ので最後だな。ヤジメ、今のは魔法なのか。はい、とはいえ初歩的なものですが。別の世界から来たって話本当みたいだね。何にせよ助かったぜ。だがあんまり無茶はするなよ。ああ、石像か。なぜこんなものが。これは風の御使いと呼ばれる24種の像だ。ゲンティアナの仲間。そんなの聞いたことねえけど。無理もない。風の御使いが記されているのは創世記の義書だ。誰も存在を信じていないし、本来の名前すらわからない。でも周りにあるの測定器だよ。帝国は調査してたってことだよね。この像不思議な感じです。まるで眠ってるような。ま、帝国の忘れ物眺めてても仕方がねえ。怪しい奴がいるならそっちを先にしねえか。イクサル族と言ったか。さっきの襲撃を考えると彼らはすでにこの基地を利用し始めている可能性がある。象は待っててくれるしね。他のとこ調べよっか。はい。
何あれ？メテオのかけら？あれを使っているのか？あれ、ケニーがいる。その隣はなんだ？パイッサですね。なんでここにあるんだろう。サル族ってのと戦うのかな。相手の出方次第だな。そういやさっき捕まりそうになったとかって。危ないところでした。こちらに来た時あの子がいなかったら私は今頃あんなことやこんなことをされていたかもしれません。どんなこと？ やばい人たちっぽいね。とにかく無事でよかったな。風が気持ちいいね。そうだな。どうした？え、あ、今歌った？まあ、そうだな。イグニスが歌ったの？歌ってはいけなかったのか。
自立戦闘型魔導アーマー？無人魔導アーマーってこと？ああ、気をつけた方が良さそうだ。超機嫌だな。この新天地は全て御神ガルーダ様のもの。神おろしの儀式は邪魔させねえ。やっぱこうなるのかよ。予想はしてたろ。気抜くなよ。行くぜ。援護します。攻撃に集中。やばっ。今のがイクサル族か。どうやら本気で神おろしを進めているようだな。急いだ方が良さそうです。乱心には皆さんでも勝てるかどうか。奴らは壁の向こうだ。なんとか道を見つけないと。
これが転送装置。ソルハイム文明の魔導装置のようだな。例の奴らもこれを利用したのか？いえ、それが実はイクサル族を連れてきたのは私なんです。は？あいつらの野営地から貴重な学術資料を拝借した時、派手に見つかっちゃいまして、追っ手を巻こうと古代遺跡に入ったのは良かったんですが、そこで事故があってこんなことに。すみません、黙っててごめんなさい。ああ、まあでもしょうがねえんじゃね。やばいことになったけどさ、あんたは何とかしようとしてんだろ。うん、自分も大変なのに。俺だったら逃げてたかも。事情は分かった。だが気負って危険な真似はしないでくれ。ま、俺らに任せとけ。世界を救うっつうのも冒険者さんの仕事だしね。ありがとうございます。私も一緒に頑張ります。ダメだ、鍵外さねえと。くそ、開かねえ。